ミシェル・デニー・カーターはアメリカ合衆国の砲丸投げを専門とする陸上競技選手。リオデジャネイロオリンピック女子砲丸投げ金メダリスト。その際に記録した20メートル63はアメリカ記録である。2001年の世界ユース陸上競技選手権大会において銀メダルを獲得。2004年世界ジュニア陸上競技選手権大会では金メダルを獲得した。 2008年の北京オリンピックでは15位、2012年のロンドンオリンピックでは5位に入賞した。2015年には世界陸上競技選手権大会で銅メダルを獲得した。全米選手権では2008年、2009年、2011年、2013年から2016年に優勝を果たしている。テキサス大学在学中は2006年に NCWA 女子陸上競技選手権大会で優勝した。ミシェルはテキサス州レッドウォークにあるレッドウォーク高校の卒業生である。ミシェルの父マイケル・カーターもまた元方が投げのオリンピック代表選手で NFL のスター選手でもあった。マイケルはオリンピックのメダルとスーパーボールリングを同じ年に獲得した唯一のスポーツ選手である。父子ともに アメリカの砲丸投げの高校記録を持っている。ウィキメディアコモンズにはミッシェル・カーターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。